皆さんこんにちは、奈良岡二子です。私はですね、ワックスが必要不可欠でして、まあ今ちょっとボブぐらいの長さなんですけど、何もつけないと今みたいにペシャンコ、もうペシャンコもいいとこですよね。でしかも今梅雨なので、特にもうモワモワになっちゃうんですよ。ただその、まあ、私結構寝るのが大好きでよく寝坊するんですけど、その時ですね、やっぱりワックスとかもそんなことやってられる暇がなくて、こう何もつけずにね、家出て仕事行ってっていうことがたまにあるんですけど、そういう時にこうワックスをね持ち歩いて、まあ、その時につけると手がベトベトになっちゃうじゃないですか。まあ、手洗えればいいんですけど、ちょっと洗えない時とかもあると思うんですよ。そんな時にもうすごいワックス見つけちゃいました。それがこちら、ザ・プロダクトのヘアワックスです。最近話題のワックスで、なんとこれハンドクリームにもなるし、ワックスにもなるし、リップとかにもなっちゃうんです。それ何それって感じてないですか。ですけどこれオーガニックのワックスなんですよ。成分がなんかシア油とか、あとマンダリンオレンジの果肉、違う、皮とかアロエの液とかなので、こう手に伸ばしてワックス普通つけるじゃないですか。そのままでいいんですよ、手で。今ちょっと実際につけてみますね。中身はちょっとこんな感じになってます。バターまではいかないんですけど、ちょっとそのようなワックスとはあんまり思えないような中身ですね。これをですね、まあ適量取りまして、手に乗っけるともうこのようにどうでしょう、ほらもう油みたいな感じで、ほんとバターみたいですよね、溶けるんです。でこれを、まあ、今実際につけてみますけど、わかります、このツヤ感、ツヤ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 感、ツヤ感出てきます。ザザザップね、ほんと適当につけてるんですけど、はい、どうでしょう、わかりますでしょうか。このツヤツヤ感、そんなにこうセット力は全然ないんです。男性の方にはちょっと物足りないかもしれないんですけど、女性でそのワックスでこうモリモリする必要はないけど、その結構この分け目とかでこうアホ毛がね、アホ毛がちょろっとこの辺とかね、ちょろっと出ちゃうんですけど、そういうのをこうちょっと抑えるだけでも、もう楽ちんなんです。だしこのまんま手洗わずに、なんならハンドクリームになるんでね、こうやって伸ばせば終わりです。しかもね、いい匂いするんです。そのオレンジが入ってるって書いてあったんですけど、あとなんかちょっとオレンジピールみたいな香りがして、すごくいい匂いします。サイズ小さいんですけど、かなりこう伸びがいいのですごく持ちます。お値段いくらって、2000円ぐらいですかね。まあワックスでそのぐらいするのかと思うとちょっと高いかもしれないんですけど、まあハンドクリームにもなるし、何より本当に体にいいものなので、なんかもうあって損はないと思います。でサイズ感もちょうどいいので、こうカバンの中に入れても全然バサバらないので、これはね、もう久しぶりのヒットです。ワックス好きの私が、もうかなりこれをおすすめします。ぜひぜひ試してみてください。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで、奈良岡二子でした。バイバーイ。